映画物語は平安時代の歴史物語。かなーん。女性の手による変年体物語風刺傷。作者不詳の歴史物語。六国史の後継たるべく、歌天皇の知性から起筆し、摂関権力の弱体化した堀川朝の漢字6年2月まで15代約200年間の時代を扱う。藤原の道長の死までを記述した30巻と、 その続編としての十巻に分かれる。政編三十巻を赤染衛門、続編十巻を井出ワの弁のほか、蘇大内氏など、複数の女性と見る説があるが未詳である。政編は、後一条天皇の満寿の頃、続編は十一世紀末から十二世紀初頭にかけて、宮廷女性の手によって完成されたことに違いはない。初罠の厚平新皇誕生記事は、 紫式部日記の引用となっているが、そのまま引用したわけではなく、改変の手が加えられている。同時代を語る紀伝体歴史物語の大鏡が男性観人の観点を貫くのに対し、変年体の体裁を取る映画物語は女性の手になるため、構造や構文には、源氏物語などの女流文学の投影が色濃く見える。各官に雅な名を冠すのも、 藤原北家石関流、中でも特に、道長、寄道不死の映画を謳歌する調べも、皆その現れである。道長についての記述に賞賛が多く見られることが、特徴として挙げられるが、彼の晩年を襲った病苦や、石関政治の裏面を生きる敗者の悲哀をも詳しく、描き出している。映画物語は、大鏡とは、対照的に批判精神に乏しく、物語性を、 重要視するあまり、史実との齟齬を多く有する。また、政治よりも、藤原北家の高級制覇に重心を置くため、後編の記述は、事実の羅列というしかない。歴史書としても、文学作品としても、大鏡に引けを取るゆえんである。しかし、相模女子大学の町井慎一によれば、評価すべきは、女でと言われるかなで、物語風に歴史を書いていることで、 女性にも読んでもらう師匠を目指し女性による女性のための歴史物語を完成させた点、初めて歴史と文学とを結合させ、歴史を身近なものにした点では、画期的なこととして挙げられる。あとの鏡物といわれる一連の歴史物語を生む下地となった。13世紀書者の最古写本、梅沢本本文の形態によって、古本系統、ルフ本系統、 日本系統という三つの系統に分けられる。主な伝本としては、梅沢本、陽明文庫本、西本願寺本、古勝寺本、明暦漢本、栄里り休館小室本、富岡家急造本などがある。このうち、三条西根高が入手して子孫に伝えた梅沢本は、鎌倉時代中期までに書者された原孫最古の漢本として、昭和10年に、 当時の国宝保存法に基づく国宝に指定され、昭和30年には文化財保護法に基づく国宝に指定された。大型本とマス型本の取り合わせ本で、大型本の署名は映画物語、マス型本では四次物語となっている。なお三条西真ネタ入手の経緯は、真ネタ後期、英章6年11月4日、8日の上に詳しい。岩波文庫。 日本古典文学体系、新編日本古典文学全集は、この梅沢本を定本としている。全40巻を、正編30巻と、続編10巻と分ける二部構成となっている。正編が、道調の没するまでを記し、続編でその子孫のその後を記している。月の縁、火山ぬる、中納言、様々な喜び、見果てぬ夢、裏裏の別れ、 かかやく富士壺、ふじつぼ、とりべの、はつはな、いわかげ、ひかげのかつら、つぼみばな、たまのむらきく、ゆうしで、あさみどり、うたがい、もとのしずく、おんがく、たまのだい、おもぎ、ごが、こうくいの大しょう、とりのまひ、こまくらべの行行行、わがばえ、みねのつき、そうおのゆめ、ころものたま、わがみず、たまのかざり、つるのはやし、てんじょうのはなみ、うたあわせ、きるは、わびしとなげくにょぼう、 暮れ松星、雲の振る舞い、骨合わせ、毛振りの後、松の静枝、布引きの滝、紫の、ありがとうございます。